私はこの台で勝ってます。2月へナスロランキング。パチスロ株が毎日パチンコ店に行って、勝てたパチスロ台をランキングで発表します。スマスロバジリスク天然。勝ち方、スルー天井狙い。天井期待値目安、3000円。設置店舗数、4283店舗。稼働率的にやはり狙えるバジリスク。さすがに毎回3スルーが拾えるわけではないが、やっぱり稼働率がいいので狙える機会が多い。さすがに2スルーは打てないが、3スルーなら拾えるし狙える。狙い目、BC 間250ゲームから天井狙い。BT 間3スルーから当たるまで。スマスロ点スラ、勝ち方、転生ループ狙い、天井狙い。天井期待値目安、2500円。設置店舗数、3411店舗。前半は営業中でもたまーに拾えたが後半拾えないし、稼働がかなり落ちました。転生ループ終了後、即やめも天国終了まで回されるパターンも多く、厳しいが、閉店間際や宵越し狙いは継続して狙いやすい台だし、一撃の夢もある。狙い目。AT5 速やめ台の転生ループ、650ポイントから天井狙い、転生ループ否定後、速やめ台を130ポイントまで。スマスロ吉宗。勝ち方、ゾーン狙い、短縮天井狙い。天井期待値目安、2000円。設置店舗数、4318店舗。期待値的にはかなり狙いやすい台。短縮天井が結構拾えるが、逆に単発の頻度がかなり高く、勝率がかなり悪い場合が多い。個人的には、ゾーン狙いをおすすめしたい。狙い目、130ゲームから190ゲームのゾーンまで、230ゲームから290ゲームのゾーンまで、短縮天井狙い。積極派は、130ゲームから当たるまで、慎重派は、290ゲームから当たるまで。スマスロ仮面ライダー。勝ち方、一周期狙い。天井期待値目安、1500円。設置店舗数、1096店舗。設置店舗は少ないが、割と稼働がいいし、一周期は結構狙い目。メインライダーが X、V3、ストロンガーなら AT5、即やめ台でも迷わず打てます。空き台は必ずボタン、プッシュして滞在ライダーを確認する。狙い目、一周期目は、マックス400ポイントなので、180ポイント以上なら、一周期終了まで、一周期が X、V3、ストロンガーなら一周期終了まで、多周期は V3 か、ストロンガーなら周期終了まで。スマスロモンキーターン5。勝ち方、天国狙い、ピラメッド狙い。天井期待値目安、2000円。設置店舗数、4256店舗。サブ液晶が隠れてないので、拾いにくいパターンは多いですが、ライバルメッドは意外と即やめされるパターンはある。どのメットパターンでも、機械割り 100% はあるので、あれば狙ってみよう。狙い目、50ポイント以上の一周期狙い、サブ液晶キラメット狙い、天井狙い。2月、新台では一番のメイン機、前作よりは、割とハイエナポイントは多い。あとは、稼働率と拾えるポイントがあれば狙える機会は多いが、新台が2月5日に8機種、入るため知識力の差が結構出そう。吉宗が打てる機会が結構ありましたが、やっぱり引き弱くて全く期待値がついてこない。あんまり引き弱い言いたくないけど、マジで理不尽な負けが多すぎてメンタルやられてます。結局は台数稼いで期待値取らないと勝てないので、とにかく期待値があれば打つ稼働時間を増やす、これが一番大事ですね。ブログにはさらに詳しく公開してますので、そちらもご覧ください。概要欄にリンク貼ってます。動画が参考になった方は、いいねやチャンネル登録、よろしくお願い申し上げます。